星先生また座長という立場で非常にの問題をお持ちであると思いますが、あのご自由にお話しいただける。現時点で今どうやらと言いますか、本当であればですね、この基本調査というのがもっと高い、回答率が得られるということを、想定というよりは望んでおりましたし、詳細調査につきましても想像よりは低い回答率であったり提出率であったりというのが私が今現時点で感じているところでありまして、私にも責任があるのかなと反省をしているところですが、その一方で甲状腺の検査だけが何やら非常にその注目を浴びて、それは言ってしまえばその通りでありまして、如実にがんが見つかるという調査ですから、その調査の結果に注目が集まるのはやむを得ないと言いながらも、そちらにかなり重きが置かれてしまっている、あるいは県民の、もそうでしょうし、当事者さまざまな意味で注目が集まってしまっているということについて、もう少し相対的に全体的な健康の維持増進といいますか管理をしたいという思いで始めた調査ながら、そういうことが十分になっていますか浸透していないと、これはやはり大きな問題だろうと思っておりますし、受診率その他提出率などを上げていく、あるいは考え方を変えていく転機なのかもしれないなと、そのようにも感じています。本当に3年間いろいろとご苦労なさった結果のご意見が随分たくさん伺えたと思うんですが、3ページの真ん中の、いわゆる過剰診断についてという項目がありますが、その2つ目の丸に、今後この検査を続ければ一定数のがんがさらに見つかると考えられるが、これより二次被害を避けるためにはどのような方法を講じるべきかというのを書いてありました。ここでいうと、この二次被害というのはどういう意味で、何でしょうか。これはちょっと筆が滑ったところもあるのかもしれませんけれども、がんが見つかって、手術をされる、あるいは手術をしないという選択もあると思います。で、しっかりとした治療のラインに乗ってくればそんな大きな問題は起きないのかもしれませんが、それにしても、手術をするということによる、避けられないことというのが起きるかもしれませんし、あるいはしなくていい手術をしなくていいというのは、この場合は医学的にというよりは、間違った形で診断をされて手術をされてしまうというようなことも含めてですね、検診をすればするほど見つかるがんが増えると、で増えたがんを対応するのも一定の基準の考え方や一定の診療基準でやられるばかりとは限りません。そうなると何らかの問題が起きてくる可能性もあるのかなというふうに感じておりますし、今日は大変福島でのご苦労のお話をですねお聞きしたんですけども、基本的な確認事項としてですね、第7回の時あたりの話にありました検診だとかですね、検診ってがんの検診も含めてですね、私の立場としてはこの人数的にも増やす、それからもっとそのいろんな問題点もですね、この検診の問題点もっと解決して県民に広く やっていただくっていうのは私の健康支援、私たちが考える健康支援だというふうに思ってるんですけれども、一応確認ですけれども、検診のですねこの状況っていうのをもっと発展させるっていう方向でですね、私たちここでどんどん議論をするってことでよろしいですよね。増やす検診の、受ける受診率を増やすとかですね、そういったことについてそれはよろしいですね。そういう方向で、そうです、そういう方向で一応この今日の発表の先生方にご質問もいろいろとしたいと思って、それでよろしいですね。じゃあ支援を、健康支援というのがこういう健康調査とかそういったものを広げる、もっと充実する、そういう方向での議論ということでよろしいですね。はい、じゃあそれで検診を広げるという意味におそらく2つあってですね、その受診率を向上させるという意味であるのか、それともその検診の項目を増やしていくのかというところでかなり違うと思うんです。
で、おそらく受診率を向上させるというところはあまり反対する人いないと思うんですけれども、検診の項目を増やすということに関しては、その利益不利益バランスとかいうこともありますので、一概に増やす方がいいという判断ではないと思います。いや、そうではなくて、その要するに項目の問題もちろんありますけれども、それから受診率の問題もありますけれども、健康支援福島の、まあ、今日は福島県民について言ってますけれども、福島県民の健康支援というのはこういった検診だとかそういったことをやるということが今話されているわけですね。そこをですから、まあ、私としては充実させるという方向で議論するべきだというふうに思っているんですけども、そういう方向でよろしいか。で、その時にですね、例えば今先生おっしゃったような利益不利益っていう、まあ、この間も先生そういうことを発表してましたけれども、がんのやつですね、あれは全く私が言いましたようにですね、ちょっと視点が違うことで言ってるんだと僕は思ってるんです。それから、鈴木先生だと思いましたけれども、検診をやることによって余計な心配をされるというふうなご発言があったから、僕は再度確認をしてるわけです。このことについてですね。それでもってもっとですね、検診をこの県民健康調査を進める方向でのですね、議論が僕は大事だというふうに考えています。ですから、そこの方向に持っていくでいいのかどうかということをお聞きしたということでございます。確認です。座長は別に方向を決めてるというわけではありませんので、本当にその委員の間で議論していただいて、方向が見えてくればそれがいいことではないかと思いますので、もし先生が今検診の項目を増やした方がということであれば、もちろんそれを主張していただいて、他の委員の方から、いや、それは必ずしもメリットではないというお話があって、そういう議論の上でこの委員会の結論が決まっていくんだと思いますが、ですから、どうぞ先生のお立場としての発言はどうぞなさってください。そうですか、分かりました。じゃあ、検診のですね、この、まあ、4つの柱っていうふうに安村先生おっしゃいましたけど、これすごくいいと思うんですね。で、私は既存の検診項目を、まあ、できるだけ利用して、それにプラスしてっていうことも私たちも述べ立っておりますので、そういう方向でいいと思います。例えばこの資料の1の5ページ目、のですね、この児童生徒学生等に対する検診のところから始まってくるんですけれども、右と左で、避難区域等の以外の県民と避難区域等の県民というふうに分かれて、ずっとそれが成人のところにもつながっていきます。私はこの県民健康調査のですね、健康審査、例えば労働者のところ7ページ目でした、6ページ目にありますけれども、ここで尿タンパク、尿糖、これはいわゆる特定健診の項目等に入っているわけですけど、ここに、まあ、尿鮮血を加えるとかですね、ここは血栓をやるとかぐらいのですね、追加は僕はするべきだと思います。それは次の7ページ目においてもそうですし、できる であればですね、一般の例えば他の県でやっている、まあ、例えば乳幼児に対する検診のところで、尿検査っていうのもやったりしておりますので、そういうものも乳幼児のところにも加えるとか、項目のところではですね、いくつかあると思います。尿検査ですね、尿検査は、まあ、普通は、他の県ではやってると思うんですけれども、鮮血とタンパクですね、尿鮮血とタンパクですね、まあ、そういう項目はあると思います。これをやって、もっと充実するべきだというふうに考えております。それからがん検診のところについてはですね、もっとアクセスを、まあ、上げるような形でのですね、提案ができないかなというふうに思っております。無症状の、まあ、病気でないといいますか、症状を呈していない方々に検査を行うというのに、まあ、検診という言葉を使いますけども、まあ、それ2通りあってですね、まあ、血圧を測るですとか高脂血症を見つけるとかいったリスク、病気そのものではなくてリスク要因を見つけるための検査と、病気そのものを見つける検査で、まあ、前者がその循環器検診といいますか特定検診の多くの項目であるし、後者は、まあ、がん検診で病気そのものを見つけるという意味でやると。で、まあ、後者の場合、その病気そのものを見つけるということの行為がですね、時として、まあ、不利益をもたらすという側面が多くて、ですから、まあ、特定検診等の検診、まあ、字もちょっと違うんですね、健康の健を使うのが検診であり、検査の健を使うのが、まあ、後者の検診というふうに、まあ、使い分けますけれども、
利益不利益バランスを特に検討すべきというのはやっぱりがん検診の方であって、循環器検診、特定検診の方は、まあ、その利益不利益バランスを厳密に考えるという必要性は まだ少ないんだと思います。福島だからということで取り入れている検診の項目についてどう考えるかということなんですけども、通常のリスクを持った、まあ、日本全国の方々に進めている、まあ、特定検診、それからがん検診といったものは、これはもう推し進めていく、受診率は高めていくという方向に、力を注ぐべきだと思います。で一方でその特に福島の方でやられているその追加的に行われている検診項目については、必ずしもその利益不利益バランスが検討されているわけではない、特にがん検診に関してはそういう点が言えるということなので、まあ、今後、まあ、始めたものに関して、経過を見るということは ある程度は必要だと思うんですけれども、ある段階でやはりその本人の意思で決めていくと、個々の方々が、受けるという意思があるものについてはその機会を提供するけれども、その積極的に受けましょうということは言わないという方向に私は行った方がいいのではないかと思います。私の言ってるのはですね、がん検診ってやはり不安を持って おやりになることが多いわけですね。特に福島の方たちは不安があって、がん検診っていうのを受けたいということであればアクセスできる門戸を広げて、やるべきだと思います。もちろん科学的なあるいは今までの医学的なエビデンスだとかそういったものを含めてですね、何回もやる方、これはちょっとそういう方も中には出てきちゃうかもしれませんけれども、そういう方には適切な説明をしてですね、まあ、やるということは必要だと思います。私はその福島の方たちにですね、行うがん検診でご本人たちがどうしても不安でやりたいということであればどんどんやっていただくということは必要だと思います。そのところでですね、利益不利益の話っていうのは他ないと思うんです。不利益っていうのは一体誰の不利益なのか、そのバランスというのは一体どういうバランスなのか、私は非常に理解不能です。不利益というのは、その大きな要素としては、過剰診断と偽陽性の2つです。で、今回その甲状腺の検査で、正常というか、精密検査は必要ではないけれども所見があるという状態で A2 という判断がされて、でまあ、これは、まあ、もちろんその、医学的には放置してよいというものではあるにしても、受診された方々に A2 ということを、申し上げるとやはり不安を持たれると。でこういったことはやはり、ご本人に対しては不利益ということとカウントするのが僕は正しいことだと思います。それから過剰診断というのはなかなか難しいですけれども、現実、30万人、受診をされて100人程度の甲状腺がんが見つかっていると。で、これを、どう解釈するかということは、きちんと比較をしてですね、検討すべきですけれども、その中には放置しても、本人の、害には至らないようなものもあったのではないかということは当然考えられるわけで、先ほどから出た過剰診断のことで私の意見を一つ持ってますので話させていただきたいと思うんですけれども、その104人なり学生の方が全部手術してるわけでなくて、その中から僕は手術をする必要があると判断した、外科医ですね、福島県立大の ドクターなりがこれは必要だと思って手術をされたんだというふうに思ってます。実際はもう少し、そのうち出てくるでしょうけども、どういう患者さんに対して手術をした、あるいは転移があったのか、あるいはどこを全部取ったのか半分にしたのかとかですね、位置がどこだったのか、転移の数がいくつだったのかっていうのは個人情報が保たれるキープされてる限りはどっかでやっぱり知っておきたいなというようなことが一つあります。それからもしですね、これ反対、いやこれはやっぱり過剰診断、過剰診療なんだという意
権の方々はじゃあこれやらないのか、あるいはどこまでやったらいいのか、でそれに対してどういうふうに対応するべきなのかという意見を聞きたいというふうに思います。インフォームドコンセントというのがございますから、なかなか医者だけで決めるわけではない、患者さんもそれぞれバックグラウンドが違うところで、まあ、1対1でお話しして手術を受けるかとか、あるいは検査をするということになるので、はい、それからそういう臨床的なところをどう疫学的っていうか、どうデータに変えるかというのは、はい、なかなか難しいですね。臨床的立場から言わせると一人一人違います。一人一人が違います。だからこの患者さん人に対しては手術が必要か手術が必要じゃないかということを一人一人検証し、専門家の間でですね、検討してですね、それで必要な患者さんに対してはもちろん本人は子供だった子供さんで分からない場合はご両親を含めて、あるいは関係者を含めてきちっと説明してですね、それでやるべきだと、それはもちろんそう思います。一例一例一人一人に対してきちっと対応する。だからその結果100人のうち90人が必要だと思うということになれば、それは 90% になりますので、それはそのやっぱり専門家のそういう所見をに委ねなくてはならないところもあるかなというふうに思います。佐藤先生、私は臨床の先生方の判断が間違っているとかそんなことは一切言っておりませんで、個々の判断を適切にやった結果がこの90人とか100人とかいうことなんだと思います。でただ過剰診断というのはですね、まあ、数の上で、その判断するということをせざるを得ないんですけれども、過去 の, その、まあ、検診の実例として、神経芽細胞腫の検診がありまして、でまあ、当初、まあ、導入された時はもちろん早期発見につながるということでやりましたけれども、結局その後の評価で死亡率は下がらず罹患率だけが増えて、まあ、それは数の上では過剰診断であったのだろうという判断がされて、で、まあ、1回導入されたものが、まあ、休止されたという経緯があります。神経芽細胞腫と甲状腺が違います、病気は。でしかも甲状腺は予後はいいとは言われても、やっぱり時間が経てば進行してきます。特にお子さん の, 乳頭がんは大人と比べてアグレッシブというふうに一般的に言われておりますし、まあ経過を見てですね、例えばその中の一人でも二人でも将来プレ手術ができなくて、あるいは亡くならなくてもクオリティオブライフ、例えば声を失うとか気管を切除して淡々運動して危険な手術になるとかですね、そういうようなことになってからでは僕は遅いと思う。でそのためにもちろん手術をしないで経過を見る方も子どもさんたちも1年なり1年半2年なりに1回はきちっとフォローしてですね、で手術をしなくていいものなのかというのをきちっとこれを検証して検査していかなくちゃ、これは我々 の, 臨床医側の役目でもある義務でもあると思います。検診のですね、門戸を広げて受けやすくするっていうことが一番大事だというふうに思ってます。お二人から何かこの論点についてまたちょっと時間がございますのでお話しいただければと思いますが、検診受けにくい環境になっているというこの現実にはやはり何らかの対応を国の施策としてというか国の支援なしにできないことは私あるんだと思うんですね。例えば市町村事業と言われているがん住民検診あるいはがん検診の、その垣根を越えた実施になると県も及びを失うんですよね。もちろんです。それはですから県単位でやれと言っても県は自分の県の話として、つまりこれは法律に書かれていることですので、簡単に曲げることはできないと、こんなことも私は百も承知ですが、とはいえ長く避難をしている状況が続いている我が県民の健康を守っていくという観点から、上乗せ検診もさることながらきっちりとした基本検診や、まあ、今で言うとそのエタボ検診ですかね、なんとか検診とがん検診についてはより受けやすい環境を作るための皆さん方の支援というのが私は福島県にとって不可欠だと思っていますので、そのことは発言をさせていただきました。当初この県民健康調査30年
というスパンで県民を見守っていく必要があるのではないかということでスタートしたと理解しています。そういう意味では国の基金をもとに私たち、無駄遣いをせずしっかりとやらなきゃいけない調査をやっているつもりですけれども、論点のそれぞれを適切にこう私たち対応していく、特に健康不安の対応、フェイス2フェイスの支援とかを考えますと、とても県立医大のセンターのみ、または 県と一緒にやってもですね、なかなか十分に対応できるだけの人材、そしてそのためのノウハウも含めてですけれども、やはり国の引き続き の支援が本当にお願いしたいなということで、私たち県民の命と健康を守るためにできるだけのことはやっていきたいと思ってますけれども、いかんせん力不足ですので、ぜひ今後ともご支援、あと実質的なご支援もお願いしたいなというふうに思っています。以上です。また今の論点については、続けてこの委員会で議論していくということにいたしまして、今日はここで事務局で最後に何かございますでしょうか。ありがとうございます。先ほどの資料3の点につきまして、加えて議論すべき点がございましたら、ぜひ次回までに、事務局の方にお寄せいただきまして、先生方と調整させていただきまして、より充実させたもので、次回またご議論の素材を提供させていただきたいと思いますので、ぜひ事務局の方にご意見をお寄せいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。